さまこんにちは。サックス奏者の堀江由紀子です。いつも見てくださってありがとうございます。前回のライブのお知らせの投稿から少し時間が空いてしまったんですけれども、その間になんとチャンネル登録者数が500名を超えることができました。皆様本当にありがとうございます。なんかね、こうちょっとバタバタしてたのでチャンネルのチェックもしないまま過ぎてて、パンって開いたらあれ500名超えてると思って、もうめっちゃ嬉しくって嬉しいですもうね、このままでも私はどんどんね、目標を少しずつ上げて1000人を目指して頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。500名記念で何かをするとかそんなことも考えてもいなかったので、ちょっとおいおい何かできたらいいのかなと思いつつ、やっぱり目標は高く1000人に到達した時に何かやるとかでもいいと思うし、ちょっとずつね、そういう、皆さんに応援していただいているということを念頭に置きながらいろんなことを考えていけたらいいなと思っています。そして実はお出ししたい動画が何本かある状態で、もう11月を終えてしまいそうになっているので、明日は私のこの YouTube のね、いい仲間であり少し先輩でありっていう、一緒にね演奏動画も撮らせていただいたりしてるんですけど、サックス奏者の佐藤弘俊さんっていうね方と、以前公演に行っておしゃべりの動画を撮ってたんですね。で、私がちょっとね出すタイミングをすごい逃し続けてしまっていて、今月佐藤さんのチャンネルが10年を迎えたということで、そこのタイミングで佐藤さんとのお話の動画前編後編と、先月スタジオセッションでアカペラのサックスデュエットの演奏を2本撮ってるので、それを続けてあげていきたいなと思います。周年おめでとうございますっていうことで、その気持ちを込めて明日から連続で投稿していきたいなと思っていますので、ぜひ楽しみに見ていただけたらなと思います。そしてその佐藤さんのチャンネルの周年を記念したイベントが12月の28日に、佐藤さんの YouTube チャンネル上で、総勢何名だろう、11、2名で配信ライブをやることになっていますので、そちらもぜひ楽しみに待っていていただけたらなと思います。詳細は概要欄に掲載しておきますので、ぜひご覧になってください。よろしくお願いします。そんな感じで今日は、500名のお礼のビデオになります。そして明日からは、しばらく対談の動画と演奏の動画が続くかなと思うので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いいたします。チャンネル登録は継続的にしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。ということで堀江由紀子でした。ありがとう。